何をしていたんだっけ。確かすごく痛くて悔しくて悲しくて泣きたくて自分でもどうしようもなくて、ひたすらめちゃくちゃにしてあげたくて。私にしちゃったんだもの。何もかも好きにしていいってことよね。はーい、シエル、相変わらず元気そうで嬉しいわ。他の生き物はみんな柔らかくて、さっきから退屈していたの。アルクイド、あなた自身を制御することさえ放棄したのですか。いいな、その無理やりな上から目線。失禁寸前なのに頑張って代行者に徹している。私、あなたのそういうところ本当笑っちゃうくらい好き。壊しがいのあるおもちゃだもの。これ以上ないくらい乱暴に扱ってあげる。あなたに気に入られているとか冗談でもやめてください。過去体験したことのないおぞけが走りました。いいでしょう。あなたに何があったかは知りませんが、主の御心に従い吸血鬼は排除するもの。勝負です、アルクイド。がっかり。どうしてここにお前がいるの、ロア。シキでしょ。ここで私を殺しに来るのはシキでしょ。それだけを楽しみに、それだけを喜びに、それだけをご褒美にして、ここまでみんな踏みにじってきたのに。ああもう、チェンジチェンジ。消えて、その一歩ここで引っ込まないと死ぬより辛い目に遭わせるわ。失望しているのはこちらの方だ。お前の世界への影響力が増せば、その必然この体を乗っ取るのは私に。お前が思うまま、わがままに振る舞えば振る舞うほど、党の士気は苦しむと理解していなかったのかな。人間らしさとはどしがたいな。あの完全だった月の姫、ここまで動物的に落ちる。これでは暴走というより競争だ。まあそういうのも偉そうに言えば、肉体とは厄介なものだよ。こうして体にあった地金を晒しているのだ。そっか、考えてみればそれもありだった。ええ、私が暴れた分、シキは苦しんだってことでしょ。ならそれで十分、シキは罪を償ったわ。私を殺した責任をね。でも加害者が刑を終えても、被害者である私の気持ちは別のもの。シキにはまだ
私の気持ちを受け止めてもらわなくちゃ。グツグツに煮えたぎったこの吸血衝動をね。ロアだったっけ。ちょうディナー前の軽い準備としてナプキン代わりに使ってあげる。これでおしまい。指を拭くこともできなかったわ。でもまあ仕方なかった。だって血まみれだったものね、私の手。さあ、あとはあなたが目覚めるだけよ、シキ。早く目を覚まして、私の手の中で絶望して。優しく、じっくり。ブドウ、何か物騒な殺し文句が聞こえたような。なんだこれ、どうなってんだ。高い高い高い。あと、やばい、形容しがたい非常識にめまいがする。ドアから体を取り返してあげたのに、何その反応。ほんとイラつく。今の自分の立場分かってないんじゃない。このまま握りつぶしてあげましょうか。ち、いや、揺らすなバカ。あ、落ちる落ちる。でもあえて言うぞ、何度でも言うぞ、結局巨大化とか恥ずかしくないのか。切れたから暴れるなんてみっともない。恥ずかしいわけないじゃん。だいたい必死な顔で人の親指にしがみついているやつに言われても全然気にならないの。その割には今巣に戻ってなかった。そもそもお前人じゃないだろ。よし、殺す。殺された分やり返したら許してあげようと思ってた。気が変わった。お望み通り何もかも台無しにしてみる。これも地獄の苦しみの中で町ごとぺったんこになりなさい。くわー、すべて俺が悪かったというのか。という夢を見たのでした。どう、すっごく面白かったでしょ、シキ。いやあ、どの辺が。どの辺って、私がシエルをやっつけるところとか、ロアを転生無限コンボではめるところとか。最後の下りはちょっとホラーだったけど。ちょっとじゃない、めっちゃホラーだった。いちいち表現がエグいんだよお前。もっとこう可愛くできないのか。いうか、なんでそんな夢を見たんですか。私、結構夢を見る神祖だよ。昔からいろんな夢を見ていたから、こういうのもありかなって。ああ、でも、どこまでが夢で、どこまでが現実かなんて、夢にとらわれている限りはわからない。安心。ね。そうでしょ、私の素敵な殺人鬼さん。逆立つ黒い波、満たされない渇き、虚しく空を切る爪が熱くて。物好きな人ね。バッドエンドとか好きなの。